はい、佐藤あゆみです。今回はですね、じゃーん、ピーチジョーンで約1万円分お買い物してきました。イエーイ。私下着がね、個人的に大好きで、まあ嫌いな方とかあんまいないと思うんですけど、でも私ね、ほんと下着大好きなんですよ。で、この間も下着の動画だったりとか、それこそピーチジョーンで福袋開封する、下着の福袋の開封動画だったり、そういうものとかも動画にしてるんですね。で、今回は久しぶりに、私が最近ドハマり中の漏れるし、しかもプラス痩せて見える、もう超ナイスバディに見えるような紙ブラジャーと、あとは可愛いなと思った下着たちをご紹介していこうかなと思います。では早速、スタート。開封。1点目は、ショーツとブラがセットになったものを購入したので、そちらをご紹介していきます。はい、こちらです。じゃーん。くすんだラベンダーカラーのブラジャーでございます。この部分がね、すごい可愛いの。レースになっていて、で、ここのリボンが緑っぽいような濃い青みたいなね、そういう感じの色で、この色の組み合わせがすっごい可愛いと思って購入しました。見た目は割とでもシンプルかな。こういうレースとかがあって、なんかセクシーっていうよりは甘めのデザインですね。で、ここの紐の部分もこういう感じですごい細身。で、同色系のカラーのピンクの濃いめの色でございます。ショーツがこんな感じのショーツです。後ろは全部レースというかこんな風になっていて、透けるタイプなので、お尻は丸見えタイプだけど、まあ見えないからどの道服着てるからねそしてこの前の部分はまた同じようなリボンと、あとはレースでできています。すごく可愛いシンプルな下着ですね。はい、めちゃ可愛い。これ早く着たい。で、なんかまあ漏れるブラとかいうよりも、まあ日常使いできるようなシンプルな下着かなと思います。で、ちなみにワイヤーも入っているタイプです。で、私はノンワイヤーが好きなので、ノンワイヤーばかりつけてるんですけど、まあ久しぶりにね、ワイヤー入りとかで可愛いデザインのもの欲しいなと思ったので買ってみました。めちゃ可愛い。これ可愛いよね。あ、ちなみにこのね、ショーツのところ横の部分は紐になっています。まあ紐で後ろスケスケやし、まあセクシーっちゃセクシーっちゃけど、でもなんか見た目がね、結構ほらシンプルなので、そんなにこうエロすぎないというか全然問題なく着れるかなと思います。まあ、下着だからさ、正直ド派手なのとかさ、超セクシーなのとか私気にしないで着るんですけど、デザインに一目惚れしたら、だってどうせ見えんやん自己満やけん下着って。こちらお値段がね、2980円でございます。めちゃくちゃお得ですね。2枚で。それってなると。最高。かわいい。そして次が、こちらでーす。ショーツなんですけども、これがね、1480円。サイズが M サイズにしました。S サイズにしようかなとか思ったんですけど、やっぱ M サイズぐらいが、まあ多分、ちょうどいいかなと思って。M サイズにしましたね。はい、で、これはね、全部こういう風なレースみたいな感じになっていて、動画では結構真っピンクっぽいような感じに見えてると思うんですけど、深みのある赤色ですね。はい、なんかボルドーをちょっと明るくしたような感じの色で、横とかもね、全部レースで、これ伸びがめちゃくちゃ良くてね、フィット感が最高です。で、お尻の部分がこれ、はい、なんかまあほぼティーバッグみたいな感じ、ほぼティーですね私最近なんかティーバッグとか、こういうふうな、なんだろう、レースになってるやつとか、まあ、細いやつとか、そういうものを着ることが多くて、なのでこれを買いました。で、前はこんな感じ、シンプルですごく可愛いなって思います。で、今のこのショーツを色違いでもう一個黒買いましたほら、全く同じでしょ。はい、で、これがお尻前、お尻と前ほぼ同じような感じやけど変わらんね。ここの部分すごく細いですね。はい、ほぼティーで、これもお値段1480円のブラックのカラーで M サイズ一緒ですね。で、横もこんな感じ、つけるんですよ。伸びが良くてね、絶対履き心地いいから、これフィット感半端ないと思うんだよね。ビヨンビヨンビヨン。はい、
すごく可愛いです。黒はまたね、なんだろう、大人っぽいような感じの雰囲気が出るので私は好き。なんか黒の下着とか割と集めがちかもしれん。まあ、白も好きっちゃけど、てか色関係ないかも。下着はやっぱり可愛いからね。なんかなんだろう、ほんと気持ち悪い話っちゃけど、下着が好きすぎて新しい下着買ったら一旦自分で試着して家で全部ね、それからもう眺めるのが好き。こう全部、あーこれ可愛いみたいな、あこんな下着可愛いみたいなとか、あと漏れる時とか超テンション上がる。なんか自己満ってあたりがいいよね。似合う似合わん気にせずに本当に自分が好きなものを着用できるっていうのが最高にいいですね。はい、だから好きなんだと思います。はい、これですね。そして次、次は私が大好きな、もう神のブラジャーと呼びたいものでございます。はい、こちらじゃーん、これです。このシンプルなものなんですけども、こちらがね、ブラックの3280円でございます。はい、このね、下の部分がレースになっていて、の上の部分はこんな感じでね。これね、苦しさとか何もないのにしっかりと持ち上げてくれるんですよ。でこの横の部分がね、ここが結構キュッとしていて、横からもグッと寄せてくれて、下からもガッと上げてくれて、もうなんかピタッみたいな、谷間もねめっちゃブリーンってできるんよ。なんかパッドとか入れなくても胸のボリュームというかが出るし、ピタッとしたニットとか洋服を着ている時の形がすっごい綺麗なんですよ。もうね、美胸になれます。これはね本当に着心地いいし、なんかこう痒くなったりとかも一切ないし、漏れるし、最高のブラジャーです。で私これね、ピーチジョーンさんからちょっと前にもらったんですよ。でもらって実際に着用してて、あもう最高やんこれと思ってリピートして買ったものなんですけど、もう一種類持ってます。本当にそのくらい良くて、他のカラーもまた買おうかなって今思いました。着るもの全部これでいいと思っちゃうぐらい本当にいい下着ですね。とにかく形が綺麗に見えるので、ピチッとしたニットとかね、これからの季節着ること結構あるじゃないですか。なのでそういう時とかにすごい使えるなって思います。あと夏とかもねめっちゃ使えたの。あの夏 T シャツとかピタッとした T シャツ着ることあるやん。だからそういう時にもすごい使えて、このウエスト周りのこのここの下の部分も細く見えるし、なんか胸がこういう風にボリュームが出るっていうよりは、もう前にこうボリュームが出てくれる感じなんですよね。すごく着心地がいいのでこれはおすすめです。さっきねこの下のほらこれ買ったから、これでペアで着ようかなと思って、この黒と黒で可愛くない？このレースのとこと一緒やし、こういう風に着ようかなって。本当にね、下着はやっぱ形を綺麗に見せてくれたりとか、まあ、モチベーションも上がるっていうのもあるし、そんなのでやっぱり可愛い下着とかをね数枚持っておくのだけでも全然いいと思うので、ぜひピーチジョーンはね本当に可愛いものがたくさんあるのでチェックしてみてほしいなって思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。この動画が良かったよとか、ピーチジョーンチェックしてみようかなって思ってくださる方いらっしゃいましたら、グッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。